今日の修理は何ですか？ iPhone 6。 どうも熊五郎兄さんです。本日の修理はこちら。はい、こちら iPhone 6S ですね。2回は言いませんよ。やめてください、下ネタは。まだ開封してないですよこれ。お、はい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 、来ました来ました。こちらバキバキやでっていうことでね。はい、全面バキバキ、裏も結構傷ついてますね。ちなみに電源入んのかな。あ、基板は生きてるっぽいようなこと書いてあったけど、特に反応ないね。あれ、ちょっと予定が狂うな。ちょっと充電してみるね。はい、充電したらこんな感じですね。ハローって言ってんのかなわかんないけど、画面割れてます。あ、まあ画面割れてんだ、最初からわかってるか。まあ画面割れと後ろのケースがちょっと傷がついてると、そんな個体です。で、これをまあ修理していくんですけど、お兄さんすごいものを見つけてしまったんですよ。まあこれは液晶ね、交換用液晶らしいんだけど、 Amazon で売ってるやつですね。 iPhone 6S 用の黒で、もう一個がじゃん、まだ現物見てないんですよ。はい、こちらノーフォト、写真撮っちゃダメだよ、ダメダメ、写真撮っちゃダメ。これです、赤フレーム、どうでしょう。ここに隠れてた例のマークが、今回はこの iPhone SE レッド風のねシャーシに交換して、液晶も交換部品で変えてしまって、まあ、この世には存在しないね iPhone 6S レッドを作ってやろうかなという計画です。じゃあやっていこう。これでアクティベーションロックかかってたら泣くよ。さあやっていきましょうか。Dear customer, do not upload photo when feedback. ああ、はい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 。商品販売ページに写真をアップロードしないでね、みたいなこと？まあね、ここに、あう！あう！あう！許可の得てないロゴがありますからね。まあいいや、とりあえず、これはね、部品が何もついてないんで、移植しなきゃいけないので、あ、ちなみにね、この横のボタンとか、SIM トレイついてないじゃないですか。中央全部ついてる。付け替える時用のバッテリーのシールね。これ別に買ったんだよね、わざわざ。ついてた。すげえ親切だね。SIM カードスロットと、ミュート切り替えスイッチと、ボリュームと電源スイッチかな。全部ついてます。すごいね。さすが中国。あとフレームなのに、これもついてたからね。すごいよね。親切だよ。さあ、治るんでしょうか。これいつもの工具だね。あ、ピック欲しい。うん。あといらね。はい、ということでバラしていきます。バラしはこれでいけるのかな。電源切んないと。あー、タッチパネルも効かないよね。ダメっぽいね。まあいいでしょう。まあいいや、ヒートガンで温めよう。一応実際このガラスも側も変えちゃうんで、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけどね。もしかしたらホットプレート使った方が良かったかもしれないね。ヒートガンめんどくさい。さあいけるんでしょうか。やっぱ力が加わると色変わるんだね。空気が漏れるんで強い力が入らない。ダメだ、全然役に立たん。ダメか、もうちょっと頑張れ。よし、スパッチャーが入ったら勝ちだろ。半分ぐらい開いてます。あー、来たね、大丈夫だ。来ました来ました。うん、まずは電源抜きます。多分これだね。うん、取れました。そうね、これでバッテリーは取れたね。あとは画面か。もしかしてこれ iPhone6 と一緒かもしんないね。なんかこの形を覚えてるわ。はい、うん、これで画面取れましたね。でもって、多分ホームボタンとかカメラを移植しなきゃいけないでしょう。まあいいや、これは後で。何でしょう。これでバッテリーを外すんだよね。バッテリー外しリベンジしたくてさ。行くぜ。あ、もう破れ始めてる。あかん。うん、これ以上来ないな。あ、バッテリーのフィルムが剥がれてきてる。一緒に、うん、ダメだね。こいつが剥がれてきてる。うん、全然ダメだな。じゃあほら、この黒いのが剥がれてきちゃう。うん、全然ダメ。うん、なんかもういけそう。あ、来たね。
来てます来てます来てました。はい、まあ、結局これが引っ張れない原因はこれがめくれちゃったのが原因だね。テープ貼っときました。ついてる部品全部取んなきゃいけないからね、今回はね。厄介だな。こうやってつけていこうか。わかんなくなるから。差し支えないあたりから移植していきます。どんどん行きましょう。メインボードはもうつながってる系かな？カメラだ。いやでもこれ覚えてんの無理だよ。ほらなんか飛んだし。無理だなこれ組み立てんの。わからん部品が落ちてきた。ほう、これどこのパーツかわからねえ。ここのフレキを移植しちゃおう。これサイドボタンとかのフレキだね。そうだね、前ここ交換したもんね。ちょっと変わってるね。前はここだけでフレキが終わってたけど、こっちに来てるね。お兄さんはこんな修理に手を出したことを心の底から後悔してます。ネジの位置が覚えられません。無理です。ネジは10本以内にしてほしい。10本ならなんとか覚えられる。30本ぐらいあるよ。無理。ここについてるバネまで移植しなきゃいけないんだね。なんか変だなと思ったらここにゴムがついてるよ。こんなのも移植させんのかい。さすがのお兄さんも泣くよ。あ、これだ。これ、さっき付け忘れた。やば。スイッチが効かない。ダメだ、スイッチが押せない。これね、おすすめしないです。全部付け替えないとダメ。まあ、こういう金具はいいんだけど、ここについてる金具もないのよ。これね。これがないとボタンが押せなくて、これね、ボタンが押せなくてさ、散々原因を探したらこれでした。で、これはね、接着剤でつけます。こんな感じですね。で、これ両面テープでつけると厚みが変わってボタンが押せなくなる。もうそれはね、こっちで経験済みです。両面テープ入れてやったら押せなくなった。多分ね、このフレキ取ればこのフレームから部品全部剥がせるんじゃないかな。ただね、バカみたいに両面テープで貼られてますね。絶対切れそう。スピーカーかな。スピーカーとマイクかな。取れた取れた。全部フレキでやってるんだよね。すごいよね。勝手に取れたパーツ多分ここだ。多分当たり。いやー大変すぎるこれ。とりあえず固定しちゃおう。ちょっと疲れたんでドリンクタイムにしましょう。インカコーラ、ゴールデンコーラって書いてありますけど。
どんな味なんでしょう。飲んだことないです。あ、やっぱ色黄色いわ。これはコーラじゃないね。でも美味しい。なんか薄いコーラ、あ、そうだね、コーラとマウンテンデューを混ぜたような味、結構好きかも。色こんな色だからね。そうだね、コーラよりマウンテンデューに近いな。これ何を持ってコーラって言ってんだろうね。これね、ほんと大変。なんか動く気がしない。あと微妙に形違うんだよね、こういうとことか。あとこの中とかも形違ってた。とりあえずやります。多分もうカメラはつけて OK だよね。お、すげえ。ここ形状違うんだけど、ギチギチで入る。ゴリゴリって入った。レンズ位置もちょうどど真ん中来ましたね。純正よりいいんじゃね。あ、でもフレキの位置が合わねえや。この辺でつけなきゃいけないんだけど。あー、つかないわ。カメラ位置が違う。5ミリぐらいずれてるね。先にコネクタつないでからやってみようか。フレキに多分無理が来るね。こうなっちゃうね。ここに結構無理な力かかってるよ。まあとりあえずつけてみるか。ここはちょっとね、良くない。うん、なんとか入りました。お、ついたついた。このコネクタ入れんの大変だよね。なかなか合わない。なんかね、このベッセルの0番のドライバーはね、先端が尖ってないからね、入りがあんまり良くない。こっちのやつはね、先端尖ってるんだよね。なんで違うんだろうね。目的が違うのかな、やっぱ。大失敗。これ、ここだ。これ取んなきゃいけないな、もう一回。キャー。あ、そうか。で、さらにここ。止めちゃいけないんだ。どっかのネジが違うんだよな。ここに合うネジがね、残んなかった。多分大きいネジを入れちゃってるんだよね、他に。今となっては分かりません。またバッテリーだね。いや、バッテリー最後にしよう。うん、バッテリー最後。じゃあ次液晶の方やるか。液晶はどんなやつなんだろうね。どうでしょう。あ、説明書もついてんだね。すごい。これ多分磁石でここに置いてねってことじゃない。これ磁石になってんだけど、超親切じゃない。これマグネットホルダーにしてってことでしょ。つかほぼついてない部品。あれ、なんかカメラもついてるよ、これ多分。なんかよくわかんないけど、ネジもついてる。あ、これカメラも全部ついてんだ。はあ、めっちゃ楽じゃん。ここだけ移植かな。え、俺そんな高いの買った記憶ないけど。ホームボタンですね。付け替えの方やっていきます。でね、ちょっと見たらね、ここね、ネジついてないんだよ。なんかやられてる可能性あるよね。ここにもなんかネジあるらしいんだけど、ないです。まあやっていきましょう。一個見つけたんだけど、一応ハマるはハマる。うん、まあでもこれでいいや。短いけどハマるわ。で、このプレートだね。うん、ここ切れるらしいね。 OK、 じゃあこれを取っていくんだけど、なんかヒートガンで加熱しながら取りましょうって書いてありましたね。あ、来た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 。パカッと来たよ。なんかね、無理やりやるとちぎれちゃうみたいで、このゴムが。うん、来たね。ゆっくり。取れました。うん、両面テープが、ちょっと、あ、取れた取れた。うん、綺麗に取れたね。はい、ちぎれずに取れました。ここにガラスがついてきてるね。これ多分フロントパネルのガラスですね。同じ、そのままいきますよ。うん、大丈夫そうだね。うん、大丈夫そうですね。このままテープ貼っちゃいますね。このコネクターね、フレキのところを押さえると切れちゃうっぽいんで、
あ、ついてた。で、パネル。うん、あと最後にこれ剥がせばいいのかな。結構強くついてる。最後に剥がせって書いてあるけど結構強えよ。じゃあドッキングしようか。合体ね。両面テープ貼っちゃわないといけないね、こいつ。うん、これで合ってるわ。先にこれだけ貼っちゃいます。いや、細かいこと言うとバッテリーが先だ。でもな、バッテリーな、位置決めしたいんだけどな。剥がれねえし。これをもう一回貼り付けたらくっついちゃった。ダメか。ダメだ。テープは貼り直す。この両面テープタイミングあるもんね。貼るタイミングがミスった。まあこれはいっぱいあんだ。うん、これでいいか。はい、ここでいいです。うん、これでついたでしょう。で、両面だね。結構微妙ですね。結構ドンピシャで貼らないとダメだ。うん、やっぱ少し余るね。こっちピチピチなんだけどね。で、上合わすと横で余っちゃう。しかもここだ、こっちはぴったりだけどここだけ余っちゃうね。うまく貼れてないんだろうな。わ、うまくいった。はい、両面テープ入りました。こう来て液晶がこうで、こいつ、したらコネクタつけちゃうよ。コネクタは合わないですね。入った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 。入りました。あ、怖い。うん、入った。よし。はまったはまった。うん、ここのね、フレキが3本来てるんだけど、硬すぎてはまんない。なるほど。ちょっとしつけが必要だな。ビシッと。で、ついたんでバッテリーつけよう。うん、はまった。あと接着して終わりなんだけど、電源入れよう。つくのかどうかチェックします。スイッチオン。あ、来た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 。ほら、リンゴマーク。うん、反応してる。タッチパネル見たかった。バッテリー切れで、いや、タッチパネルは効くだろうということで進めます。電池切れちゃった。これでついてくれないか。どうだい、はめてもいいかい。はまるかな。すげえ引っかかってる。多分ね、この横の金具が外側に来てんじゃないかな。うん、入ってくわ。こいつらがね、ちょいちょい引っかかってる。こっちは大丈夫そう。こっちが引っかかってる。あ、来た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 。入れちゃうよ、完全に。いいんだね。お、来た。こういうところもね、全部引っかかる。うん、入った。はい、じゃあケツネジ締めて終わりにします。うん、大丈夫だ、ネジ効きました。はい、オッケー。はーい、完成しました。赤い iPhone6S、 このマークはなんか見せちゃいけないらしいからね、チラリぐらいで。はい、ちょっと充電して動作チェックやりましょう。はい、充電してきました。動作チェックやっていきましょう。スイッチオン。うん、 SIM カードも入れてあります。タッチも大丈夫だね、効いてます。タッチ IDできるの？やってみるよ。お、反応してるよ。さあ始めよう。普通に動いたね。あ、でカメラをね、動くかどうかやりたいんですよ。基本的な操作。うん、ボリュームは大丈夫ですね。カメラ大丈夫だね。切り替えは？お、誰だこのイケメン。あ、俺か。びっくりしたよ。カメラも綺麗だよ。あ、大丈夫そうだね。電話かかるかな。117だ。そうだよね、時報は117だよね。間違えて110にかけるとこだった。うん、音入ってますね。午前4時10秒をお知らせします。はい、 OK、 通話 OK ですね。あれ、これアレクサいないの？あ、ごめん、アレクサじゃない、シリか。ヘイシリいないらしい。シリはいないか。設定、まあいいや、ちょっとおやつ食べながらやっていこう。本日のおやつはこちら、山崎草大福粒あん。みんな好きでしょ、草。熊五郎ハンダ漬け下手くそ草みたいな、みんなそういうコメントいっぱいするじゃん。熊五郎の小手先は超汚い草みたいな。
お兄さんはもっと優しいコメントが欲しい。いただきます。うん、めっちゃうま。山崎の餅はうまいよね。よもぎが超効いてる。うん、うまい。草大福。製造者山崎製パン株式会社。あ、カロリー264キロカロリーもあるわ。結構多いんだね。税込み90円、超安い。ちょっと量少ないかな。これも食べよう。はい、生プリンスペシャルメロン、北海道産メロンソース付き、純生クリームと北海道メロン奏でる深い味わい、生プリン。本当かい。いや、なんかね、これソースがついてるんですよ。プリンにソースつけるとかさ、けしからんじゃん。あ、もうすでにメロンの匂いします。ソースつけてないのに、これでもうメロンの匂いする。あ、すっげえメロンだ。正気かよ。ちょっといただきます。おいしい。え、これ入れたらどうなっちゃうの。これで結構メロンだよ。メロンパワーで 40% ぐらい入ってる。これ入れると大変なことになっちゃうんじゃないの。入れてみよう。あ、これ多分果肉も入ってるわ。果肉というか繊維。すごいよ。ほら、いただきます。うん、すげえわ。メロンパワーが100になった。これはね、最近なんかプリンに何か入れるみたいなの流行ってるじゃないですか。コンビニスイーツでバナナとかね。まあバナナはね、何に入れても美味しいんだけど、これは相当うまいわ。安いメロンスイーツってもうなんか接着剤の匂いすごいするじゃないですか。これはね、そういう感じじゃない。もちろんあのね、メロン特有の接着剤臭はするんだけど、美味しい。友達の家とかに遊びに行ってこれが出てきたら、自分は特別な存在なんだなって思えるね。プリン自体はね、甘みはそんなにない。あとプリンのコクみたいなのもあんまりない。プリンはこれほんとおまけだね。まあ、ただプリンとメロンの相性はいいかって言われると別にそうは思わない。美味しいけどね。なんかね、すっごい贅沢してる感じ。プリンとメロンがあんまり相性良くないけど、メロンパワーでスイーツにしましたみたいな感じ。これいくらしたんだ。いや、レシートあったな。生プリンメロン、あ、208円だ。税抜き208円。へえ。草大福とこれどっち好きって言ったら草大福の方が好きなんだけど、これはこれで美味しいわ。なんかコンビニスイーツとかっていうよりは、なんか贈答用のやつとかになってたらすげえ喜ばれそう。特別感がすごいする。製造者東楽株式会社、神戸市東灘区。神戸といえば有馬温泉だよね。お兄さん一回行ったことあります。ちなみに有馬温泉の金泉は溶け込んでる温泉成分の量が日本一ですからね。今日の動画にはね、熊五郎おじさん草とかやんないでね。ごちそうさまでした。シリいないの？シリと検索ってあった。最後に、ヘイシリ、音楽をかけて、と言ってください。ヘイシリ、音楽をかけて。ヘイシリの準備ができました。ヘイシリの準備ができました。ヘイシリ、おじおじの動画が見たい。ウェブで見つかったお習字のビデオはこちらです。ご覧ください。お習字のビデオになっちゃったね。うん、残念、おじおじ。ヘイシリ。熊五郎お兄さんの動画が見たい。ウェブで見つかった熊五郎お兄さんのビデオはこちらです。ご覧ください。はい、このパソコンね、ついてる CPU が Core i7 の2600ってやつなんですね。みんなにね、サンディおじさんって言われちゃうんですけどね。いいね。おじおじの動画は見れないか。残念。お習字動画が再生されちゃうからね。残念、再生ならず。はい、今回はジャンクの iPhone6S を、中国で販売されている iPhone SE 風のシェルケースですね、に交換して修理を行いました。一応この液晶はね、 Amazon で3099円で買いました。あとガラスの保護カバーもついてました。でもとりあえず、まあ、発色も普通に違和感ないですし、タッチパネルも普通に効いたんで、品質的には悪くないのかなと思います。一応これ概要欄にリンク貼っておきますね。まあ、今回は iPhone6S の修理を行いました。熊五郎兄さんの DIY では、まあ、こんな感じでジャンク品の修理を行ってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録お願いします。面白かったら高評価ボタンもお願いします。それではまた次の動画で。熊五郎お兄さんでした。バイバイ。iPhone6